ホンダ・アスコット・ホンダ・ラファーガ・ラフ・アーガは、ホンダ技研工業が、かつて製造、発売していたセダン型の乗用車である。初代インスパイアから始まった、独特のレイアウトで、直列後気筒エンジンを、フロントミッドシップに縦置きした FF ミッドシップが、採用され、高ナンバーサイズの4ドアセダンの車体が与えられた。開発テーマは、新しい存在感の創造で、 当時の国産2リットル級の車体が3ナンバーサイズに拡大するところを全幅を広げず全高を上げたパッケージングで室内空間にゆとりを持たせた。2代目はスコットの姉妹車で日本国内専用モデルであり全幅は5ナンバーサイズに抑えたがエンジンは2.0リットルと2.5リットルを用意された。いずれも直列五気筒サイチェシー2 0バルブで DOHC ではないが4バルブである。2.5リットルは4速 AT のみだが、2.0リットルは5速 MT も選択できた。基本的には、初代インスパイアが搭載するエンジンと同じだが、各部の細かな変更を受けて、レギュラーガソリン仕様となった。サスペンションは4輪、ダブルイッシュボーンで、2.5S は、ストラットタワーバーを装備している。全長に対し、 ホイールベースが長く、前高が高く、トランクは短いハイデッキなスタイルとなっている。アスコットとの相違点として、ライト内部や側面窓枠のメッキモールが省略され、ブラックアウトされている。前後ウインカーレンズも、アスコットのクリア仕様に対し、オレンジ仕様となっている。内装はこのクラスなりの質感で、グレード等により、ウッドパネルが付く。本側は 2.5S にオプション。 ドア内張りは窓枠下まで全面モケットで覆われ、ドア左右と中央の肘掛けも同様となる。1994年から実施の新保安基準をクリアした安全設計だが、運転席、助手席、エアバッグは ABS とともにサンルーフもセットオプションで選択できた。ラファーガのカタログ。リクルート株式会社。2020年1月24日閲覧。 デアゴスティーニジャパン週刊日本の名社第65号10ページより、アスコットラファーガファクトブック。ありがとうございます。